皆さんこんにちは、内科皮膚科医の友利新です。今日はですね、皆さんからも疑問の多かった首のイボについてお話ししようと思います。はい、皆さんね、結構首のイボで悩んでる方多いんだなっていうのを、YouTube のライブでもすごい質問されたし、コメントでも結構あったので、それについて詳しくお話ししようと思います。まずね、この首のイボ何かっていうと、スキンタックと呼ばれる、良性の腫瘍になります。だから良性腫瘍っていうと、なんか腫瘍怖いと思うかもしれないんですけど、これ自体が何か怖いわけではなくて、大体、更年期ぐらいを過ぎた女性や、年を取った方に多いと言われてはいるんですけれども、本当に早い人と20代ぐらいからできてきて、特にね、この首の周りに本当にポツポツポツってドーム型をしているものもあれば、なんかちょっとこう垂れ下がるような感じ、ちょっと本当に突起が出るような感じで、細長いものもあって、いろんな形状をしているものがあります。ただイボといっても、これはウイルスだとかそういったものでできるんじゃないんですね。なので他人にうつったりってことはありません。でこれなんでなるかっていうと、そう、もう紫外線です。はい、紫外線でなるんですよ。であとはね、摩擦だったりとか、そういった、もちろんね、加齢に伴うものもあるんですけども、大体がやっぱり紫外線に当たることで、できてくるので、やっぱり首のあたりだとかにできることが多いんですね。なのでまず対策としたら、あまり刺激を与えないようにすること、皮膚とかね、何か お洋服とかの、摩擦とかをしないようにすることっていうことと、あとは紫外線対策をしっかりしましょうということになってきます。ただじゃ あの対策はいいんだけれども、じゃあどうやって取るのよっていう方多いと思うんですよ。で意外と見てみると、この首のイボがポロッと取れたとか、首のイボを取るためにっていう、なんか飲み薬とか、あとは化粧水とか化粧品とかが結構売っているんですけれども、皮膚科医の立場から言うと、飲み薬そして化粧品では絶対にイボは良くなりません。はい、これはもう断言して言えます。なんかね、抑蔭菌とかハトムギとか、そういったものがイボをね、予防するっていう効果は確かにあります。なので、イボができてきてしまった方に、これから先また新しいものができないように、抑蔭菌とかを内服していただくっていうことは、クリニックでもしますし、ハトムギとか、抑蔭菌のエキスとかにもそれを予防するっていうのは分かっているんですが、現在もうできてしまったよっていうイボは、もう病院で取るしか方法はないんですね。でじゃあどういう方法で取るかというと、昔は液体窒素といって、ドライアイスみたいのでジュージューって焼いてたんですが、今は炭酸ガスレーザーといって、ちょっと電気メスみたいな、レーザーがあるんで、それでピュッピュッピュッっていう風に取ります。でこれピュッピュッピュッって言って取りますって言っても、多分ちょっとよくわからないと思うので、今日は私が勤めている病院で撮ってきた映像をちょっとお流ししようと思います。はい、ということで、クリニックでじゃないと治療ができないので、まず私もね、まだちょっと典型例じゃないですが、1個自分のものを見つけたので、それをちょっと、これですね、これ本当にちっちゃく写真で後で拡大したやつを載せます。なんですけど1個だけで、多分これもうちょっと育たないと本当はレーザーで撮ってもあんまり分かんないかなと思ってるんですが、これを撮る映像をちょっと撮りたいと思います。ちょっと分かりづらいのかもしれないんですけど、どういう風にやっていくかっていうのを、私が実験台になって、私が勤務している後ろのクリニックでやってもらおうと思います。大野先生になります。先生お願いします。綺麗にお願いします。はい、はい、じゃあこちらの機械になります。でこれがこういうちょっと先端が細くて、要は電気メスのようなものになるんですけれども、レーザーで焼いていくような感じで使っていきます。先生大丈夫ですか？はい、はい、いいですか？じゃあ、はい、よろしくお願いします。では参りますね。少々待ってください。ごめんなさい、ごめん、少々待ってください。少々大丈夫？大丈夫ですか？はい、はい、では参りますね。一瞬です。本当に一瞬です。はい、これでなくなりました。はい、早い、はい、念のためダメをして、ダメをして、はい、そんな痛くないんですね、はい、やっぱね、はい
はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、私ね、実は本当にイボがよく見たらあんま1個し、まあ、本当にないかなと思ってたら1個だけあったので、それでちょっと分かりにくかったかもしれないんですけれども、それを取ってみました。で、その取って、2日目になります。今ちょっと分かりますかね、これが2日目になってます。ちょっとね、赤くなってるのは多分これね、ちょっとね、ここがね、擦れちゃうんですよね。なので本当はもうちょっと赤みは少なくなると思うんですね。私の場合、こう縦に長いというよりは横に平べったいイボだったので、ちょっと削る範囲が多かったのでちょっと赤みがありますけれども、首のね、あるちょっと縦長のイボの場合は CO2 レーザー当てた後は本当に当日あと1日2日も経ったらもう赤みとかほとんどなくなるような感じになります。で、結構ね、この首のイボって1個できたらもう結構どんどんできてくる。これは別に感染というよりはやはり今までの生活習慣でできてくることが多いので、1個かなと思ったらいろんなところにできてきていること多いです。なので私もね、できているのをなんか見てちょっとショックだったんですけれども、そういうふうにレーザーで取るのもそんなに1万円とか2万円とかはしないはずなので、まあこうまとめてね、取れば、まあ、多少はお値段上がるかもしれないですけれども、1個か2個であればそんなにお高い値段ではないです。逆に余計なね、お薬をもう治りもしないのに何年も飲んだりとか、なんかずっとね、そういうお化粧品を使うというよりはもう病院に行ってご相談をして、それですぐにレーザーで取ってしまえばそんなに悩むこともありませんので、もし首のイボで悩んでる方がいたら、ぜひ、まあ、お近くの、ね、皮膚科に行って、まあ、CO2 レーザーを当てるなり、まあ、ちょっとね、液体窒素だとまあ、物に、ね、よっては色素沈着になりやすいこともあるので、できれば、まあ、炭酸ガスレーザー、まあ、CO2 レーザーで取った方がいいのかなと思います。で、取った後は特に何かこう色素沈着する方も中にはいますが、基本的には 1,2 週間で目立たなくなりますので、早めに取っていただくこと、そして何よりもできないように紫外線対策をしていただくことが大事ですから、その2つを頭に入れておいてください。いかがでしたか。このようにこのチャンネルでは皆さんに美容や健康について分かりやすく説明していますので、よかったらチャンネル登録してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。